ダー、そしてドライバーの皆さんに演じていただこうかと思っております。はい、さて、まあ、最初にですね、実は朝一番に国内のドライバーやライダーの皆さんには一回もうやっていただいたこの後バトルなんですけれども、ここからはですね、ワールドチャンピオンホンダレーシングカートカップに登場ということになります。さあ、どんな走りなのか皆さん盛り上がっていきましょう。カートコース、みんな盛り上がっていきましょう。さあ、ではですね、ここからは司会は私、ミエリカナと、そしてはい、エミリが務めてまいりますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。まずは皆さん、選手の皆さん紹介していきますから、大きな大きな応援の声でよろしくお願いしますよ、はい、では早速、まずは全権ナンバー順にいきましょう。カーナンバー1、ジョアン・ミル選手、中上高明選手、元 GT。 いやー、すごいですよ。ここはちょっとでもね、いつもよりもね、2つ車輪が多いので心配です。はい、続いて、ゼッケンナンバーは2番をつけますのは、こちら、モトクロスから、ティム・ガイザー選手、ルーベン・フェルナンデス選手、ティム・ガイザー君。いやー、ここもですね、お揃いのジャージじゃなくて、レシピスーツで来てますからね。かっこいいですね。かっこいいですよ、はい。若干、フェルナンデス選手がですね、ちょっとバイザーがついてないのが気になりますけれどもね。I'm curious about your helmet. It doesn't have a visor. Are you good with that?あ、取り外し可能だそうです。ということで、やる気満々コーナーでね、はい、ちょっと目のこのバイザーのところ取っちゃいましたけども。さあ、続いて、ゼッケンナンバー3番いきましょう。こちらはですね、はい、トライアルからガブリエル・マンセリ選手、そして FIM の EWC からジョッシュ・フック選手、こちらもリリードライダーです。お手拍手をどうぞ。ジョシュ・フック選手は山見ると登りたくなると思いますので、今日はアスファルト走っていただきたいと思います、はい、さあ、続いて、ゼッケンナンバー4番、こちらもモトクロス、日本来日初めてですよ、皆さん、AMA スーパークロス、モトクロスから、ジェット・ローレンス選手、ハンター・ローレンス選手、ローレンス、兄弟での登場です。歓迎しましょう、ヤオカン。さあ、続いて皆さん、お待ちかねでございますよ、ゼッケン5番、こちらをつけておりますのは、はい、お5番は今、もう一人はまだ来てないけど、あ、来た、ちょうどいいタイミング、今来たよ。 Ladies and gentlemen, please give a round of applause for car number 5 driver Auto Red Bull Racing Max Verstappen Sergio Perez。 はい、来ていただきました。さあ、ではそのお二人も乗ります。これからカーナンバーご紹介いたしましょうか。はい、ゼッケン6番は角田裕毅選手とダニエル・リカルド選手です。よろしくお願いします。そしてゼッケン5番がマックス・フェルスタッペン選手とセルジオ・ペレス選手。すごい、バッチリ握手してくださってますね。もうフォーミュラー1のドライバーがなんとですね、いつもはチームメイトでありますけれども、今回はまさか正真正銘1台の車をシェアしていただくという夢のようなレースを見せていただきます。そして皆さん、すいません、ここ一番大きく応援をしていただきたいところでございます。お願いします。ゼッケンナンバー7番、たった1人でセカンドスティントまで走ることになります。予選も決勝も1人で頑張ります、岩佐歩夢選手。2人分ということになりますけれども、必ずですね、各選手は1回ピットで交代をして、まあ、2人でね、1台をシェアしてレースを戦うという今回はカートバトルになります。じゃあですね、簡単にちょっと皆さんにですね、はい、インタビューしてみたいと思いますので、はい、意気込みを聞いてもらいましょう。ゆみちゃん、お願いします。じゃあ、はい、ミニ代表してジョアン・ミル選手にお話ししたかなと思います。Well, just to enjoy, no, I have a good teammate with me, so yes, we will try to beat these guys. I know it will be difficult, but we will try our best. はい、皆さん、おはようございます。カートはこの後ですね、非常に楽しみなんですけれども、見てください、僕のチームメイト、非常に心強いでしょ。この2人で一生懸命頑張りたいなと思います。対戦する相手は非常に強力だと思いますけれども、僕たちもしっかりと頑張りたいと思います。大きな拍手をお願いします。はい、ジョアン・ミル選手、頑張っていただきましょう。 Thank you。 はい、そしてではドライバーを代表して、ジャニオ、Can I interview you? Okay, in front of you then。 はい、じゃあすぐに改めて呼びよりダニエル・リカルド選手。Good morning. Are you enjoying Honda Racing Tag Still today? Yeah, it's my first one, so very excited. Thanks for bringing the sunshine.
I heard it could be really, really cold, but it's actually okay. So, arigato. この天気ありがとうという感じです。ありがとうというふうにおっしゃっておりました。Looking forward to the kart racing. Some battles with the riders. Yes, there's also many Australians here, so it's like a bit of an Australian reunion. We are friends, but we are not normally nice to each other. So you might see an exciting race this morning. はい、右のねライダーとの対決もあるんですけれども、と聞いたところ、今回のオーストラリア人の選手が多いので、なんだかオーストラリアリユニオンの感じがして非常にアットホームな感じがします。はい、大きな拍手をお願いします。ダニエル・リカル選手、ありがとうございました。 Thank you。 さあ、じゃあね、先ほど英語でチラッとね、ルール説明をしようとしてたんですけど、ちょっと時間の関係もありましたので、簡単にですね、ファンの皆さんにも含めてね、ルール説明しますよ。じゃあ